手で申し訳ない。休みです。いや、てか、まあ、そうですね、完全な休みってなんかよくわかんないですけど、休みです。出勤的に言ったら3日とかですけど、週3、少なすぎません？シャフすぎる。年齢、あ、31です。あ、してます、してます。少ないけどしてます。あんまりしてないことに誇り持っちゃってるところがあるんで、できないんですよ。埋没付帯にして、あとヒアル入れてとかくらいでとどめようみたいな。うわー、なんか男の子みたいでした。私バイなんで女の子と付き合ってましたね。今も全然女の子行きます。でもどちらかというと男の子しか好きにならないですかね最近。でも女の子の方が安心感あるんですけどね。北海道です。高校卒業して学校で、専門学校でこっち出てきて、なんでもうだいぶ経ってますね。もう14年目なのかな。今年32なんで、なんかそれこそ多分私のこと知ってる人が歌舞伎町で、ツイッターがメインだと思うんですけど、多分私がめちゃくちゃイケイケみたいなのって2、3年前だと思うんですよ。そうやって考えたら今めっちゃ丸くなった。自分で言っていいのか分かんないけど丸くなった。失礼します。いいですか、ご一緒しても。あ、お大丈夫です。いいですか、いきなりこんな始まると思わなかった。どうもプレイボーイです。ちなみにどんな感じの人が好きなんですか。イケメンが好きだから整ってて、うん、どちらかというと男寄りの顔が好きなんです。あ、なるほどね。じゃあ俺ダメじゃない？可愛い系でもいない。あ、今まではいないってことか。うん、でも可愛い系でも、うん、友達みたいな感じのノリで、うん、こう楽しくしてくれる人だったら、うん、逆にこう仲良くなれる。あ、なるほどね。あ、そういうの結構多いのよ。まあ、その本体っていうよりはその他に担当がいて、でこっちでもまあお金使ってくれるみたいなのが結構多いから、うんうん、ベストかもしれない。あ、ベストだそう。まあそうよね、うん、やっぱ依存しちゃうとやっぱその人いなくなっちゃったらうーみたいになっちゃうからね。あ、そこまで考えてない。あ、そう。ただ本当にイケメンが好きだから、うん、自分のそうデュエルを増やしたいの。イケメンカードを増やしたいね。おもろい感じ。あ、はい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 。てか短くない？てか私の話じゃなくて、カミカ君の話聞きゃよかったわ。本当？うん。遅いよ。俺結構喋るの好きだからバーって言っちゃうけど、うん、俺のこともっと知りたいでしょ。うん。そうでもねえだろ。こっち系のご職業なんですか？こっち系の。あ、まあそっち系です。完全にそっち系です。歌舞伎歴よりそっちが長いです。へえ。ちなみに始めたのはいつ頃なんですか？18、19ぐらい。おお。もちろん、なんかお客さんに会った時には100とか 120% で接しようとは思うけど、基本的に出勤しようっていうものに対してのモチベは低い。めっちゃなんか自分がストレスに弱いからっていうのもあるけど、そこまでストレスかけたくないんで、こんだけたくさん出勤しようとかはぶっちゃけできないですね。てか同じ同業の子に言いたいのが、言いたいことあって、あんだけ働いて別に楽しいならいいけど、そこまで働いてじゃあお金を得て楽しくないのに働く意味を教えてほしいって感じです。なんか目的を見失いすぎじゃないじゃないけど、いろんな意味で簡単仕事してるわけじゃないのに、なんかそこまで頑張って幸せ得られないなら別の方法考えた方がいいんじゃない。普通に頭使いよって言い方悪いかもしれないけど思う。基本的には
ポイントを抑えるのがうまいですきっと。なんかどこにじゃあコビ打ったらいいかっていうのもさ、そこを分かるような人間の方が頭いいに決まってるじゃないですか。みんなにいい顔する必要って絶対ないと思うし、とかそこまでなんか賢い方がいいんじゃないかなとか思う。つまらないとか、それはなんか普通のオタク的な評価としてつまんないとかじゃなくて、私は楽しめるお店じゃないと思った。私が好きそうな人がいるお店ではないと思ってました。失礼します。どうもー。どっちに座る？はい、こっち。こっち頼むよ。じゃあここ座っていい？いやいやいや、こっちモデルさんみたいな顔してるね。聞いてる？聞いてるかな？うん、さ、写真まんまじゃない？まんまだよ。まんまや。写真盛りたかったんだけどね。実物がこの顔だと盛りようなくない？うん、ありがとう。どこを撮るの逆に？ありがとう。違うもんなりたいんだよ。もうシュッみたいなってこと？写真詐欺じゃんみたいな言われてみたい。どっちなんかこう写真めっちゃかっこいいじゃん、漏れてんじゃんみたいな。あんまなんか写真漏れないみたいなのがあるから、うん、漏れてみたい。なんて呼ばれてるの？マオニャンで。マオニャン、無理やん、名前まで可愛いやん。ニャンニャンって呼んでほしい。え、ちマオ消えた。マオ消えた。ちゃんと気づいてくれるの。正解。怖いっていうか、多分今多分広がったよね。俺の存在をみんなが知ってる。確かにね、今のね、しかも私まで注目されたよね、今のせいで。注目してほしいから、やっぱり。あ、そうそうそう。なんで私来てるよって。あ、可愛い子ここにいますよって。多分ツイッター見てる子からしたら、うん、モモピアンじゃん。あ、なるほどね。うん、モモピアン、だろみたいな。え、女の子じゃないの？あ、従業員側じゃなくて、女の子。いきなり従業員側の話なんや。そんなこと思う人いないし、ね、フリーズには。確かに。ね、可愛い女の子来そうじゃん、フリーズ。はい。どうもいいですか？はい。どうも、はじめまして、リクトです。やべね、ちった。はい、メンシピンクやん。メンシピンク。え、何をして有名になったんですか、その言えば。なんだろう。例えば、そういう仕事の、まあ、キャバ嬢でも、例えば、じゃあ、風俗嬢でも何でもそうだけど、アイドルでも、男関係のことって NG だと思うのね、基本的に。まあまあ、そうですよね。でも、みんな、そういう子たちって、隠しながらも絶対関わりあるのに私は思ってるから。まあ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 。じゃあ、あえてそれは正直言ってる人の方がまともじゃねって思って表に全部書くようにした。へぇー。が有名だっただけ。バズらせたいはもちろんポイントポイントとして、これはバズらせたいなとか文章考えようとかはもちろんあるけど、普通にただ書きたいこと書いてツイッターバズってる人って見られ方もするから、事実としては全然バズらせようと思って、ちゃんと自己プロデュースと思って考えてちゃんとツイッターしてます。まして、うん、まあ、バカじゃないんだよ。いそれってみんなできるくない？やろうと思えば。まあまあまあ、逆になんかそういう部分は俺欠けてる部分かもしれない。そのもやろうと思えばできるけど、しないよねっていうことは逆にしないタイプなんで、真逆かもしれないです。話しててさ、めっちゃちゃんとさ、なんかこう対応してとかじゃないけど、なんか頭よく喋って返してくれるのがマジすげえなと思う。いや話して楽しい。話して楽しい。うん、ありがとうございます。なんか照れる。え、お酒飲んだらまた違う感じで、ウェイって感じ？結構ウェイですよ。最初に自分のことを知ってもらいたいから、二人の時とかにはこういう自分の真面目な一面出しますけど。あ、でもどっちの話もできるタイプってこと？の店とかでは飲んでとかも完全ウェイです。真面目な感じはない、本当に。どっちも話せるのマジ強いわ。ね、ありがとうございました。ありがとうございます。ヘッキエンだった、普通に傷つく。でも大体アンチする人って加工でしょみたいな、写真がとか、その辺のブスにブスって言われるより
歌舞伎町でじゃあ有名でかっこよくてとか売れててとかっていう人たちが自分のこと大事にしてくれたり可愛いって言ってくれたらそれが正解というかそれが正義だろうみたいな私の中で感覚だからそこからはそんなに病まなくなったかもしれないです。まあ、躁鬱病みたいなもんなんです。でも完全にポジティブすぎる人より下がることもできる人の方が話してる内容深いなと思うし、じゃあ本当に折れた時に戻ることってできないじゃないですか。ガチ強いものって元に戻らないじゃないですけど、極限までこうここまで行く、ここ下まで行ける人の方が戻れる可能性というか戻るのまだ簡単なんじゃないかなって。ご一緒いただきます。どうぞ。よっこいしょ。みなちゃんです。みなちゃん、みなみなだって言うんだよ。なんだけど滑舌が悪いから動画とかだとたまに俺が言ったことが全然違うテロップ出てる。そう、俺そんなこと言ってないけどみたいな。めっちゃあるそれ。強まない強まない。ちょっとなんか今そう、めっちゃ回してくれたなって。好きになっちゃう。鼻で笑われてるよ。ちょっと今一瞬のボディタッチぐらいしてもなんかギリギリなところがちょっと今ヒットしちゃった。1ヶ月気にしてるからさ、女を求めてるのかもしれない。なんでそれ何え、ちなみにガチ気もしてるんだけど、なんでなんで。え、するとかっこよくなるらしいのよ。なんかえ、これ本当に筋トレしてると同じようなこと言う。そのすると新しいものに変えないといけないっていうので、はい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 、脳が女の引き寄せようと思って顔をかっこよくするらしいんです。いただきます。なんで顔拭けないの。拭けないから、自分でも結構初回の方が見えない、男性だけ見える。え、普通25とか言っても嬉しい、今だから。だからこっちで、なんでこんな、なんか吹けないんかなって。いやマジで、めっちゃサプリ飲んでる朝。なんかメンヘラカぐらいめっちゃ錠剤飲んでる。15錠ぐらいだ。ツイッターですね。ツイッター尖ってる。でも私も、私尖った発言する人でもある程度筋通ってたりとか、筋っていうかその考えがあったりとか、顔がいいと許します。実際ってきつそうだなっていうイメージあんましてなかったから、まあ、イメージ通りなのかな。逆に言うと、いや満ちすぎるな、あのタイプは。ふえー、はい、こんにちは。こんにちは。ほらね、え、マジ喋りたかった。いやいやいや、ほんとほんとに最近ホスト食ってないの。それはない。あ、行ってるんだ。うん、ちょこちょこ。どこ行ってるの。浮気相手にしてる。この感じで、なんか言われるのが弱いんだなぁ。弱いとかある。うん、あるあるある。自分の中でそれ言われるとは、まずちょっとなんかグッとくるじゃないけど、断れねえなとか。なんか、本命は面倒くさそうだから嫌だから、浮気相手くらいね。まあ、その方が楽じゃない。いや、みんなのモービーとか言って適当になんか映画かけてる方が楽だと思う。そしたらフラッと来るわけじゃん。あー、これあんまり映画かけるの好きじゃないんだよ。勝手に来いよって。会いたくない。え、そんなにすごいんですか。一回指名したらそんな感じだと思う。このビル担当他の店全部いると思うから。あ、そうなの。この、うん、ガチ。エレベーターでたまたまこうやって見かけたら腕引っ張る。いいね、そういうの好き。あ、そういうの好き、そういうの好き。そういうの好きかも。1時間だけ入るみたいな、うん、で、そのまま行くみたいな。そのタイミングは合うこと自体がむずい。あの、3分前に、ね、電話してほしい。今からエレベーター乗るよって。じゃあ、多分お互いにめっちゃ小芝居的な感じになっちゃう。そう。いや、てかなんなら私このビルちょっと制覇みたいなところがあるというか、やっぱ担当この中で作りたいな。初回意外と楽しかった。超久々でした。うわー、あれずるかったっすね。いいみたい。
あれいい意味でずるかったです。やっぱちゃんと有名でなんか人気がある人とかには理由があるのがすごいなんか刺さった。久しぶりにそういう意味でも刺されました。みんなのなんか積極レベルちゃんと高いから、まあ、綺麗になんか分かれそうですよね、うん、てかなんなら誰タイトルにしようみたいな迷うやつリアルに。ではまたねー。